師匠、はい、の私、うん、前だちょっと初めて食べたものがあったんですよ。何ですか？ビーガンカレーっていうものを食べたんです。お、ビーガンなったんけ？違う、まあ、たまたまあったんや。たまたま食べることがあって。お、どんなカレーや？いや、ほんとお肉とかないですよ。そろそろやろな。でね、うん、味が、うん、あんまり私好みじゃなくて、ああ、食べながら思ったのが、うん、どこが体にいいんですか？体に悪いじゃないやろ別に。ね、でもなんか結構健康志向じゃないですか、ビーガンの方々って。ああ。っていうことはなんか体にいいのかなって思いながら食べてたんですよ。まあ、あいつらは肉食べなかったら。から肉食べ、まあその動物からの搾取とか置いとこうや、今はな、うんうんうん、それは置いとこうや、めんどくさいから、はい、から体にいいかどうかだけの話をしようや、うん、あいつらは肉が体に悪いと思ってんやろ。うん、それだけのことや。そんだけ残ったやんけ、それだけ。うん、別に肉は体に悪いことはないやろ。それは言ったらラードとかさ、うん、ガンガン毎回ガンガンラード作っラードでこう炒めたチャーハンとか食ってたらさ、まあまあそれは油溜まりすぎるやろからあかんけど、うんうんうん、別に動物性のもの食べたから体に悪いなんてねえよ。ただビーガンさんたちはそれを信じてんよ。いや、もうなんかそういうことにしたいんやけ。いや、もうこういうのをそのほら、ま、味のね、味も好みじゃなかったから、うん、もう私これを食べ続けるとなると、うん、私は苦痛だなと思いながら。だから野菜の出汁しかないもんな。ああ、からさ、そうか、肉から出るイノシン酸とかさ、グルタミン酸とかさ、そういううまみ成分、いわゆるアミノ酸の、それがうまいって感じるもんやから、イノシン酸グルタミン酸がまあ二大うまみやからな、うんうんうん、それは知ってるやん。それが、はい、まあ多分ないんやろ、ほぼ野菜の出汁しかないからさ、そりゃまあなんかそのイノシン酸的な味を求めてたらうまないわなそれがでも健康やって信じてはるんやから、まあええんちゃう。この前な、ちょっとな、とあるビーガン、反ビーガン動画、ゆっくり解説の反ビーガン動画を見てたら、うんうん、コメントでバーって湧いてくるやん、ビーガンさんも、うん、はいはい、うちと同じ人も湧いてたわ、うちに。うわ、こんなの、まあ、やっぱり手当たり次第に手当たり次第に文句つけに来てんねやこいつらと思って見て、うわ気持ち悪いと思って見てたけど、うん、そのな、まあだから人の動画やからスクショとかは貼らへんけど、そこにまともなビーガンさんがいて、うん、俺初めて見たわ、まともなビーガンさん、でその人が言うには20年ビーガンをやっていますと、うん、で最近のエセビーガンにはうんざりですって言って、うん、もうほんと困るんですわあいつらみたいな。だから要するにその言ってる文句を言いに来てるビーガンのことな、うん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 、そこにもう文句をかけに来てるようなビーガンのことを言ってるんだけど、うん、本当にあいつ本来ビーガン、まあ思想なんやけど、言ったらビーガンって言ったらなんかそのインドかどっかのそういう動物のものを食べないという思想なんやけど、そんないちいち言いませんよと。私は例えば私ビーガンなんでとかもうすぐ言いたくないやん、そのエセビーガンはさ。でその人に曰く、そんなまあ聞かれた、あビーガンなんですかって聞かれたらまあそうですねぐらいは、まあ否定するのもあれやから別にな、肯定はするけど、ビーガンで、私ビーガンなんでとかいちいちアピールなんてしないですみたいなこと言って、ほんまそれでましてやそんな人にそのビーガン思想を押し付けて強要するなんてもってのほかやーっていう、うわ初めて本当のまともなビーガンを見たーって、そういう意味では本当のまともなフェミニストもいるんかもしれんけど、うん、まあそれは置いとこうや、まあそれは別の機会に喋ろうか。だからまともな人はビーガン、私ビーガン、俺ビーガンとか言ったりしないと、うんうんうん、フェミニストもしっかりなんかもな、
フェミニスト、うん、フェミニストとか言うてるやつはまともなフェミニストじゃないってことがちょっとまあ垣間見れたよな、それでな、うんうんうん、で、ああやっぱりそうなんやなと思って、だからそんな押し付けるもんじゃないねん、そんなもん考え方の問題なんやからさ、それを押し付けてくるのがまあ気持ち悪いやなっていう、まあそれは置いといて、まあカレーに戻るけどさ、うん、まあそれ、まあそれがええと思ってやってんだ、それは例えば肉を食うことがもううわーなんか残酷で嫌だわっていう、そういう精神のストレスもあるやろからな、ビーガンやったら、うん、まあそんなストレスを感じるぐらいならばそれはもう肉抜きにした方がいいと思うし、うん、でもまあそれはまとも普通のさ肉普通に食べる人間はそれはビーガンカレーは物足りんし、別にそれが体にいいっていうことはないと思うわ、そっか、うん、むしろ動物性のものも取るべきやと思いますけどね、うん、ああまだこっから喋ろうかな思ったけど長くなるし、別の機会に次の動画になるかもしれんけどね、まあビーガンカレーは別に体にいいってもんじゃないっていうことを言っとくけど、うん、こんな話してたら、はい、またあいつが、はい、来るきっと来る、怖い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 、以上です。はーい。